スワンブルーのグレーが出ます。青みがかってるようなグレーで作ってみました。めちゃくちゃ暑いんだよ。顔の見えるところに汗をかかないっていう技術を取得してます。今日は2日目になります。配信作ず出るんだな。一気にちょっと作りすぎてね、何が何だかちょっとわけわかってないんですけど、バンビシリーズのヴィンテージの方ですね。この色はあのヘーゼルとかグレー、着色直径がかなり小さめのレンズを出してるんですけど、それのとラベンダーバージョンです。見えるかな。あの着色直径結構小さめなんですけど、色が落ち着いて見えるので、私もいつものやつよりはキュッとなりにくくて使いやすいです。私普段はやっぱ大きめのもの、着色直径これ 13.6 なんですけど、もう若干大きく見えるやつを使うので、よく白目が結構開いちゃうので、そうなんですけど、これかわいい。こういうなんかやっぱ甘めのお洋服合いますね。あとカジュアルっぽいお洋服も合うと思うし、男性もおすすめです。男性もグレーとヘーゼルとこのラベンダーはめちゃくちゃおすすめです。バンビシリーズだとその3つです。あとスワンブルーの S サイズが男女関係なく誰でも使えるかなって思います。あと普段やっぱカラコンっぽくなくしたいけど、こうハーフっぽく見せたいとか、なんか洋服とかが垢抜けた感じにしたいって方はおすすめです。はい。でメイクもキラキラ系ですね。なんかジルスチュアートのアイシャドウとかつけてみた。ジルスチュアートブルームクチュールアイズ05番、はい、あの辺のピンクとかベージュあたりをつけてみました。あんまり色味がないんだけどキラキラした感じにしてみました。そんな感じで、じゃあ行ってきます。そこ行ってあの空いてる時、はい、ウサギナと全然話しかけてもらって、あの写真してない時だった。ああ、はい、2人で喋ってもらって大丈夫です。2人でもいいですか。ただ笑っちゃうけど、うん、初めての撮影、はい、僕も初めてです。嘘でしょ。嘘です。笑ってセンターに言うの仕切ってるね、はい、当時は私が出始めの時からカメラマン、あ、なるほど。こちらの20年撮ってます。20年撮ってますか。すごっ。下は気にしなくてよくて、はい、上の方がいいです、うん、すげえ、ね、そのままキラキラキラこう横にして、え、めっちゃいい感じでございます。すごいですね。細けえ。これいい。これいい。これいい。細けえ。大きいのはいらないです。細けえですね。もう一回、もう一回。ちょっと我慢してるからね。あんま翼ちゃんを笑わせないのが好きですから。視界に入ってる。ちょっと。あ、いい。めっちゃいい。いいじゃないですか。アラジンですよね。アラジン。アラジンみたいな。サボン玉。超可愛い。プロ、視界に入ってくる緊張するのね。カニくらい、カニくらい、カニくらい、すごい上手。もっと大勢でやりましょう。笑っちゃいますよね。ちょっとサボン玉隊を2人ほど増やします。あ、人数見ました。やりましょうか。もう、いやいや、こんなことないでしょ。これだけやったらこれだけ大事でしょ。いけます。いけます。
サボン玉隊ありがとうございました。あ、もう仕事終わりですか。お仕事終わり、もう帰ってもらってよっしゃ、あ、動画でまた、動画でまたシャボン玉お願いします。シャボン玉ちょっと弱っ、自分どう どうですか。いや、なんかその発現場でシャボン玉、はい、本当、うお、すごいシャボン玉演出してくれる。そう、やっぱ見てほしいですね、あのどのシャボンの方かっていう。はい、どのシャボン玉かっていう。翼さんよりもどのシャボン玉かっていう。途中の確認だってさ、私の顔じゃなくてシャボン玉の数数でしたもん、ね、めっちゃ見てた。すごい幻想的。おお、やります、いいシャボン玉やります。今日はだって今日ちょっとこう今喋ってる間にもシャボン玉を出し続けてくれてるっていう、すごいマネージャーさん仕事ですか。仕事的な、はい、最後のカラコンです。これは新色のベアという色になっています。ベアという名の通りちょっと赤茶っぽいようなイメージのカラコンになってます。ピスタチオとかグレージュの色違いかな、同じデザインの色違いになってます。なんかね、ふわっとなんか垢抜けた感じの目元になるんで、甘めな感じかな。ちょっと裸眼に近い、裸眼より抜け感があるようなカラコンになってて、これ結構私も使えそう。普段可愛いです。なんかそんなに大きめじゃないのにちゃんと甘くふわっと甘めに見えるのが気に入ってます。で、今メイクはですね、可愛いストーンつけてもらった、はい、ラインストーンを目につけたのと、リップがこれがヒンスのムードインハンサーリキッドマット LM002 のオウンスキンというちょっとベージュっぽいオレンジの色つけました。この辺もつけたかも。これもヒンス、なんだっけ、昨日間違えたんだね、フロエッセンスかな、でちょっとベージュオレンジ系にしました。チークとかもオレンジでまとめて、同じトーンでチークとかリップはまとめてあげるといいと思います。そういう時ハイライトとかもいつもはここ使うんですけど、この辺とかゴールドとかブランケを使いました。あと目元がこのドリーウィンクのスティックラメシャドウオレンジブラウンですね、この涙袋を作りました。塗るとね、ひんやりするのが気持ちいいんですけど、これを上下に目の上とで、こうやって指で動かしてつけました。これが一番ね、涙袋ぷっくりするかも。涙袋を作りたい方はこのスティックラメシャドウシリーズ使ってみてください。
ピンクが割とちょっと地雷量産系っぽいような感じで、あとはナチュラルな方はベージュっぽいのもあります。はい、そんな感じで撮影行ってきます。結構一つで長く撮りますもんね。そう、一個一個さ、はい、意外とさ、なんかあんまり動いてないっぽいんだけどさ、なんかこれ、ありがとうございます。意外とさ動いてはないんだけど、ポージングがかなり角度が意外と普段人間がしない形のポージングだから、はい、めちゃくちゃ来るんだよね、骨に。あ、そう、意外と昨日、あ、もうダメかもって初日にしてなったけど、なんとか終わりました。整体行きます、ちゃんと治療、明日病院行きます。治療して、お疲れ様です。はい、治します。あったお風呂入ろう長湯に入ってちょっと休みます。2日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけで撮影が無事終わりました。お疲れ様でした。どうだったかな、今回も可愛く撮れたかな。いつもカラコンのビジュアルはすごいなんかキラキラしていたりとか、大人っぽかったりとか、カラコンのイメージによってみんなで考えてビジュアルを決めています。はい、まあ、こんな感じで今後も新色たくさん出ていくので、皆さんチェックしてみてください。気に入ったカラコンありましたか？それぜひコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。本当にみんながいつも使ってくれてるおかげで、カラコン界の中で一番売れてるカラコンになったようです。本当にありがとうございます。カラコンを作っても15周年ぐらいになるんですけど、これからもみんなのコンプレックスを助けるものだったりとか、もっとつけるとよりなんか垢抜けたりとか、おしゃれが楽しめたり、かっこよく可愛くなれるようなコンタクトも開発していきたいと思いますので、応援してくれたら嬉しいです。こういうの欲しいとかあったら、それもぜひコメントに書いてください。というわけで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、皆さんコメントもいつもありがとうございます。読んでいいねをしてます。だけでまた載せます。発売日とか詳しくはバンビシリーズのインスタとかツイッターがありますので、そちらの方をチェックしてみてください。私のインスタもぜひフォローしてください。以上、マスアカツバサでした。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。